続きまして学生ウィーク部門より富山情報ビジネス専門学校広野葉月さん、龍馬学園国際デザインビューティーカレッジより立野真由さん、おめでとうございます。 JMA 賞を受賞されました5名へのプレゼンターは JMA 本部認定講師佐野真澄様です。それでは佐野様、表彰をお願いします。弊社が主催するパリコレヘアメイクアップアーティストオーディション2010本選において独創性のある作品を作り上げ、次世代を担う存在としてその素晴らしい作品に栄誉を与え、ここに表彰いたします。平成22年11月6日 NPO 法人日本アーティストユニオン理事長村野和夫、代読佐野真澄。ありがとうございます。専門学校林美幸殿、以下同文です。おめでとうございます。学生モデル部門メイク JMA 賞石井瞳殿、以下同文です。おめでとうございます。ウィーク部門メイク JMA 賞富山情報ビジネス専門学校広野葉月殿、以下同文です。おめでとうございます。ウィッグ部門メイク JMA 賞龍馬学園国際デザインビューティーカレッジ立野真由殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではプレゼンターの佐野様、コメントをお願いします。はい、皆様おめでとうございます。ございますと言いましても、もう皆さん多分グランプリ取る気満々だったと思うんですよね。もう本当に接戦した審査で、もうどの方がグランプリを取ってもおかしくないぐらいの勢いだったので、何かこうね、JMA 賞と聞いて少しがっかりされたではないかなと思うんですけれども、はい、でもまあすごくですね、この日に向けて、皆さん努力されたこととか、そういったことがですね、まあ今後にも必ず役に立つと思いますし、まあ、今日一日でこの、一日のこの、ね、45分という競技の時間の中でも非常にもう皆さん41名の学生さん、20名の一般の方がもう非常に集中して、非常に緊張してっていうね、そういう空間を味わえることっていうのはなかなかないと思います。この一日でもかなり皆さんさらに成長されたのではないかなと思います。今後もですね、今日の賞を糧に、残念ながら賞を、取れなかった方もですね、頑張っていただきたいと思います。
今日は一日本当にありがとうございました。おめでとうございました。それでは皆様元の位置へお戻りください。続きまして学生ウィーク部門ヘアよりプリシラ賞の受賞者の発表です。株式会社プリシラ様よりプリシラウィッグを使用してのヘアデザインが優秀な方2名に授与されます。プリシラ賞は学生ウィッグ部門ヘアより2名の受賞です。それでは発表します。プリシラ賞を受賞したのは ECC アーティスト専門学校の井口幸男さん、静岡デザイン専門学校浜松校白井美佐子さん、おめでとうございます。プリシラ賞の受賞者へは株式会社プリシラ営業企画部部長松岡智子様より表彰状が贈呈されます。学生ウィッグ部門ヘアプリシラ賞、記念は弊社が主催するパリコレヘアごめんなさいプリシラ賞 ECC アーティスト専門学校井口幸男殿、記念は弊社が主催するパリコレヘア&メイクアップアーティストオーディション2010本選において独創性なる作品を作り上げ次世代を担う存在としてその素晴らしい作品に栄誉を称えここに表彰いたします。平成22年11月6日 NPO 法人日本アーティストユニオン理事長村野和夫。アーティストオーディション2010学生ウィッグ部門ヘアプリシラ賞、静岡デザイン専門学校浜松校白井美佐子殿、おめでとうございます。それではプレゼンターの松岡智子様よりコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。今日はお団子っていうウィッグとロープのウィッグを使ってヘアを作っていただいたんですけれども、審査にあたりまして今回はウィッグそのものの形をいかに独創的に見せてくれてるかっていうのを重点的に見させていただきました。で、ウィッグの方を素材として使われた方々もたくさんおられたんですけれども、その中で、素材の良さっていうのがやっぱりウィッグそれぞれいろいろ形がありますので、素材といっても、やっぱり形ありきで使っていただくのが今回の賞に値するかと思います。本日はおめでとうございます。ありがとうございました。皆様元の場所にお戻りください。お待たせいたしました。次はいよいよ準グランプリの発表です。まずは学生モデル部門準グランプリ受賞者の発表をします。受賞者へは2011年に行われる原宿スタイルコレクションでのバックステージ見学権利が贈られます。それでは発表します。
モデルヘア部門山野理容美容専門学校より斉藤沙織さん、モデルメイク部門横浜エッカレッジより原田千奈美さん、プレゼンターはヘア&メイクアッププロデューサー翔様です。よろしくお願いします。メイクアップアーティストオーディション2010年学生モデル部門ヘア準グランプリ、山野美容専門学校斉藤沙織との、記念は、弊社が、主催するパリコレヘア&メイクアップアーティストオーディション2010年本選において、独創性のある、作品を作り上げ、次世代に、合う、存在を、そして、その素晴らしさを作品として得た、栄養を、称え、ここに、表彰いたします。平成22年11月6日エスペ広報寺、日本メイクアップアーティストユニの、理事長村野和也、おめでとうございます。コレクションヘア&メイクアップアーティストオーディション2010年学生モデル部門メイク準グランプリ、横浜F カレッジ原田千奈美との歌どうもおめでとうございます。おめでとうございます。学生モデル部門より準グランプリを受賞されました斉藤沙織さん、原田千奈美さんへは表彰状と原宿スタイルコレクションでのバックステージ見学権利が贈呈されます。おめでとうございました。元の場所へ戻ってください。続きまして、一般部門よりヘアメイク各1名、学生ウィッグ部門よりヘアメイク各1名の準グランプリを発表いたします。ここからの受賞者へは原宿スタイルコレクションでのバックステージ参加権利が贈呈されます。見事準グランプリに選ばれたのは、一般部門よりヘアエントリーナンバー2番オブヘアより高橋久志さん、メイクエントリーナンバー5番木村一平さん、学生ウィッグ部門よりヘアエントリーナンバー7番広島ファッションビジネス専門学校より中山ゆりやさん、メイクエントリーナンバー1番ヒューマンアカデミー大阪梅田校より毛利真美さん、おめでとうございます。おめでとうございます。パリコレヘア&メイクアップアーティストオーディション2010年一般ヘア準グランプリオブヘア高橋久志との、おめでとうございます。またパリからよろしくお願いします